ストリート、ニコラスカテドラルイン・キエフ、ウクライナのカトリック教会は、世界的なカトリック教会の一部であり、教皇の精神的指導とローマの司教古問会の参加に置かれている。現在の大司教は、ミチスロー・マクティシッキーであり、2007年9月29日に、教皇ベネディクト16世によって除解された。この国には、約400万人、 全人口の約8%のカトリック教徒がいる。ウクライナでのローマカトリック教会は2007年の情報では905の共同体、88の修道院、656人の修道像や修道所、527人の司祭、713の教会、39の選挙団、8の教育機関、551の日曜学校、14、 の定期的教育がある。ウクライナのカトリック教徒にさらに言及すると、その他に3つの教会が存在する。ウクライナ東方カトリック教会、ルーシカトリック教会、そしてアルメニアカトリック教会である。ウクライナのカトリック教徒の大多数は、ウクライナ東方カトリック教会に所属している。現代ウクライナの西部に広がっているローマ教会は、 ポーランドやポーランド人に強く結びついている。2001年に教皇ヨハネ・パウロ2世がウクライナを訪問、キエフやリビウで公式と非公式の会談を開催した。明確にローマカトリックとウクライナ東方カトリック教会は彼らの精神的父親の訪問を温かく歓迎した。カトリックでない信仰共同体は経済的問題や社会問題に悩まされている国で、 教皇の訪問が精神的かつ文化的刷新を促すことを望むと表明した。2007年の情報ではカトリックの事前団体カリタススペースは500人の従業員とボランティアを抱えている40のセンターを持っている。カリタスは孤児のために60人の子供たちと共に6つの家族形式の施設とキエフ、ジトーミル、リバーノフランキーウシクといった街の環境の良い場所に 建設されたリハビリのためのキャンプを運営し、毎年2,500人の子供たちを生活させている。約1万2,000人のウクライナ人の子供たち、主にチェルノブイリの被害者、孤児、貧困層に生まれた子供たちが2002年から2007年にかけて健康状態が向上した。ウクライナのローマカトリック市教区の一覧を参照。ありがとうございます。